皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。8月19日、ミュージカル、モーツァルトの公開ゲネプロが行われ、モーツァルトは初主演の京本大がストーンズが務めた。本作は、才能が宿るのは肉体なのか魂なのかという深刻なテーマをベースに、その高い音楽性と重層的な作劇で、人間モーツァルト35年の生涯に迫り、 2002年の日本初演以来、日本のミュージカルファンを魅了し続けてきた作品。ミヒャエル・クンツェ、足元、歌詞、シルベスター・リーバイ、音楽、編曲、のゴールデンコンビによる作品で、数々の名場面と名曲で紡がれる大ヒットミュージカル。今回、帝国劇場では約3年ぶりの上演となる。 ボォルフガング・モーツァルト役を務める京本大河のコメントをお伝えいたします。あっという間の稽古期間でした。雄大君をはじめ、皆さん優しくて、いろんな角度から多くのアドバイスをくださいました。今まで演じてこられた方々のことを考えるとプレッシャーはあるのですが、僕にとっては初挑戦なので、作品の歴史にリスペクトを持ちながら、 今ののの29歳の京本大我ができるボルフガングへのアプローチを大事にしようと思っています。未熟さもたくさんありますがそれも含めてさらけ出して自分なりに自信を持ってお届けしたいなという気持ちです舞台は生ものですし定劇で主演も初めてなのでそういう怖さはありますがそれを忘れられるくらいボルフガングに熱中してスタートを切れたらと思っています なるべく守りに入らずに攻める気持ちでいきたいです。ボルフガングだけではなく京本大我自身の心もあえて尖っていたい。腰が引けたくないし心持ちだけは常に強く前を向いていたいです。もちろん謙虚さは持ちつつも舞台に挑む上での「尖りが」がボルフガングの疫柄にも良い影響を与えられたら良いなと思います。 エリザベートを経て久しぶりに帝劇に切ってきたので、重みを知っているからこそ感じるプレッシャーと逆にかみしめられる相違があります。僕が帝劇に立つことを待ってくださっていた方々へは恩返しにもなると慕いますし、何より作品が本当に素晴らしいので、見ていただけることが本当に嬉しいです。歴代の素晴らしいボルフガングがいらっしゃる中で、僕はかなり初々しく映ると思うんですけど、 <laughs> おこがましいかもしれませんが、何回も見ていらっしゃる方がご覧になっても、新しい作品を見ているくらいの新鮮さを感じていただけたら嬉しいです。荒削りな部分もたくさんありますが、頑張っていきたいです。ストーリーザルツブルクの宮廷学士であるレオポルト・モーツァルト、市村正親とその娘・南年一流、大塚千尋は、そうそうたる名士たちが集まる貴族の館で、 今、幼い息子がピアノを弾くのを目の当たりにしている。5歳にして作曲の才能が花開いたその子、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトは、奇跡の子、とこばれていた。歳月は流れて、ボルフガング、古川雄大、京本大河、は故郷ザルツブルクで音楽活動を続けている。そばにはいつも、奇跡の子とこばれた頃のままの、才能の化身、アマデ、が寄り添い、 作曲に勤し,んでいたしかし青年ボルフガングはザルツブルクの領主であるコロレド大司教山口雄一郎に仕えて作曲をすることに献気がさしていた大司教に逆らうなという父と意見が衝突ついには自分を束縛する大司教に怒りを爆発させてしまうボルフガングは名声と自由な音楽活動を求めて 母親と共にザルツブルクを出るが、容易時のようにもてはやされることはなかった。逆に旅費を使い果てした上に、旅先で母を亡くしてしまう。失意のうちに故郷に帰ってきたボルフガングは、幼少から彼の音楽の才能を見抜いていたバルトシテッテン男爵部人、鈴風真世、コージュタツキ、の援助を受けて、ウィーンで音楽活動をする決意を新たにする。ボルフガングはウィーンに移り住みに、 知人のウェーバー一家の娘であるコンスタンツェ・マーヤキホとの愛情を急速に深めていく。しかし、コロレド大司教の暴略によって、演奏の機会をことごとく断たれてしまう。ボルフガングは再び大司教と対決し、二人の関係はついに決裂する。大司教との決裂後、ボルフガングはウィ・ヌの社交界で話題を呼んでいた。コンスタン・セトも結婚。 仕事も精力的にこなし、ボ。ルフガングにとって故郷に残してきた父と姉。の存在がどんどん薄くなるのだった。レオポルトは息子の成功を誇りに思う反面、その下、言い上がりを感じ取る。しかし、ボルフガングは父の苦言を聞き入れようとしない。2人はついに心を通い合わせることなく、レオポルトはウィーンを後にする。そして、オペラ。 魔キを成功させ音楽家としての頂点を極めるボルフガングの前に謎の人物が現れレクイエムの作曲を依頼するのだがどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう